天崎城は、愛媛県今治市上浦町天崎の古城島にあった日本の城。別名を古城、岸の城、高人城。愛媛県指定史跡。お知しによって築かれた日本最古の水軍城とされ、伊予国大三島東端である瀬戸天崎の海上に位置する島城であり、村上水軍の拠点の一つ。古代では、大山爪神社の東方鎮護として機能した島だが、 古名は、アの先で、アは海人を、先は、先キモの意を指し、鎌倉木にアを取り締まるために城塞が築かれたことから始まり、由来はそこから来ている。13世紀の現行をきっかけとして、海武士の取り締まりから、一転、海上交通の取り締まりをする役割を担い平手、南北朝期から戦国期にかけては、村上水軍が、東から下ってきた船舶を捕捉して、 積み荷を改め、通行税を徴収する拠点に至る。この税を生活の糧とした。海賊停止令が出た後の17世紀末にも、東条は、ドイツ人に記録され、認知されるに至っている。歴代上司は、三島村上水軍時代では、来島村上市の四大村上道康、その後を、家臣の村上義継豊臣秀吉が、 瀬戸内海の派遣を握ると、東道高虎の属上となり、その重邸、吉勝が上司となる。慶長13年の東道高虎の違法によって、廃城となった。東城の最大の特徴として、陸系島という地理上から潮が引くと、島に至るまでの陸路ができ、幾重にも石垣が築かれているが、満潮時には没し、海中縄張りとなった。従って、 潮が干した時のみ役割を担う石垣である。この珍しい光景から、元徳4年、この沖を航行した、ドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが帰国後に、日本史において、水中よりソビユル、そびゆるホルヤリと記述を残すこととなる。城がある、古城島が、干潮時に160メートル離れた大見島と、陸続きになることは、海割れと呼ばれるが、その頻度は、年数回のみとされる。 石垣は、廃城となった後に多くが持ち去られ、基礎部分のみが残るだけの部分が多い。ありがとうございます。